中谷優太は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属していた元騎手。子供の頃は、プロ野球選手になりたかったが、10歳離れた兄と一緒にテレビで競馬を見るようになり、自分の小さい体を活かせると思い騎手を目指した。競馬学校14期生で同期には、池添健一、坂井学太宰圭介、白浜雄三らがいる。1998年に、 美穂高松国を久舎所属騎手としてデビュー。デビュー当時、目標とする騎手として、的場一市の名を挙げている。見習い騎手期間の3年間で、平地25勝、生涯1勝の26勝を記録。その後減量がなくなり、騎乗数、勝利数が低迷し、年間未勝利に終わるシーズンもあり、引退を考えた時期もあったが、加藤進広氏。 萩原清らき社などで急務に従事するようになり、2009年のダービー場となったロジユニバースの調教をつけるなど関係者の信頼を得て、徐々に乗り案を増やしている。2010年6月26日、福島競馬に R3 歳未勝利戦で16頭中、最下位人気のビビアンに起乗し3着となり、JRA 副賞配当史上最高額の16,110円を記録した。 2010年11月7日には、アルゼンチン共和国売で、初騎乗のコスモヘレノスで3着と結果を出し、地震初の重傷での入着を果たす。翌2011年には同馬にて、天皇賞に騎乗。これが、デビュー14年目にして、初の GI 騎乗となった。2013年11月末頃より、騎乗場,場を増やしたい、関西場にも乗りたいとの思いで、 立党に拠点を移し矢萩義人旧社の馬を中心に徐々に関西での騎乗が増え始める。2014年には JRA 通算100勝を達成、その後も美保所属のまま活動を続けていたが2015年5月15日付で立党に所属変更となった。以降、騎乗数、勝利数が増え、2016年には自身最多の25勝を挙げた。 中谷は2017年のインタビューで、矢作休者を手伝わせてもらうようになって、これまでこんなに仕事に熱中したことはなかったことに気づきました。とにかく仕事が楽しいと語り、矢作は,は中谷について腕はあるのに乗せてもらえなかったのは本人に問題があったはず。ただ、環境を変えることで人間も変わることがあると俺は思うからと語っている。2018年4月8日、 福島コアールで起乗したルートロアーがゴール手前で転倒したため落馬し、第1、第2系椎骨折及び胸椎骨折の重傷を負った。病院へ搬送される際は意識がなく危険な状態だったが、同行した矢作町教師が必死に声をかけ続け意識を取り戻したという。約8ヶ月のリハビリを経て12月1日に復帰した。 2020年5月現役引退を表明。引退にあたり40歳くらいで騎士を辞め違う世界にチャレンジしようと決めていた。2年前の落馬事故の影響で結果を出せなかったのも事実まだまだ乗れますが後悔は全くないとコメント同月24日の新潟 8R13 着がラストランとなった。ありがとうございます。